ニューホライズン中学英語2年ユニット1 Read and Think 2文法編ですオンライン英語塾など様々な取り組みをしております概要欄をチェックしてください Call AB A を B と呼ぶ A を B と呼びますので A イコール B の関係となります Show 人物ギブ人物 teach 人物 By 人物の人と物のの人人と関係は、に物を見せたり与えたりしますのでイコールではありませんね。えー、区別をしかならずしてください。基本文を見ていきましょう。I call my dog, 日本語にできるでしょうかこのようになります。I 私,は call, my dog. 私の犬をポチとなりますので。 私は私の犬をポチと呼びますという訳となります My dog の部分が A ポチの部分が B となります Call a B で A を B と呼ぶという文型となりますもう一つ見ていきましょう太郎は私をケンと呼びます英語にできるでしょうかこのようになります太郎 calls me Ken 太郎が、ね、calls 呼ぶですね タローは三人称単数となっていますので、コールの後ろに S がついていますね。A の部分がミ B の部分がケンとなっています。え注意点ですね、えー。A の部分に人が来る場合、代名詞の場合ですね。曖昧ミ表の3番目が来ますので、ここではミが使われています。練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてみてください。 ヒントを出します。括弧に入る語をご自身で考えてみてください。それでは答え合わせをしていきます。1番、その先生は彼を太郎と呼びます。よろしいでしょうか。主語は The Teacher、ね。IU 以外の一人の人ですので、三人称単数となりますので、Calls という形で S がつきますね。えー、彼を、ね、A の部分ですね。彼をということは、He、His、Him が入りますね、えー。太郎となりますね。 The teacher calls him Taro となります。2番、彼女はその猫をたまと呼んだ。ここよろしいでしょうか呼んだですので、過去形ですね。まず、彼女はですので、死、ね、呼んだ過去形ですので、コールド、エ ED をつけてください。ザキャット、エ A の部分がザキャ a トですねえ。タマですので、タマと、ね。死、コールド、ザキャット、タマとなりますね。3番、 あなたは彼女を花子と呼びますか、ね、疑問文ですので「Do you」からスタートしてみてください。「呼びますか」ですので「Call」次ね「彼女」をよろしいでしょうか。「し」「は」「は」ですね。え「花子」ね。「Do you call her 花子」となりますね。4番「あなたは彼を何と呼びますか?」ね。「何と」ということは疑問詞「what」を使ってください。「what」よろしいでしょうか。「Do you call」ね。 彼をですので、えー、ヒムとなりますね、えー、ここのねなんとね、えー、A、エコール AB の B の部分を尋ねる疑問文となっていますのでね、A、B の部分はありませんね代わりにファットが入っていると考えていただけたらと思います Thank you for watching 単語練習本文解説動画など皆様の学習のお役に立てる動画を準備しております概要欄をチェックしてください不登校でお困りの方へ 概要欄をチェックしてください。ニューホライズン教科書を利用したオンライン英語塾を実施しております。私自身、これまで、会員の方ととても楽しくレッスンをさせていただいております。無料体験を実施しております。概要欄をチェックしてください。See you next time. Bye bye.